日は調子いいですか？いつもより食べてる。いつもより食べてる。食べてる、いつもより。うん、いつもより。だって完食だし。いや、若い男の子がいるもんね。プリプリやってる。ここで完食しないとね。一回しか見なかったでしょ？みっともないよ、完食しないと。おはようございます、椎野です。今日はですね、久しぶりになるんですけれど、茨城県古河市ですね、文福飯店にランチを食べに行きたいと思い、朝早くですね、自宅を出発しました。はい、今回も五反田の、インターチェンジの方からですね、高速入りたいと思います。まあ、サムネにも、書いたんですけれど、文福飯店さん90キロ、そんなに離れているのに、まあ、ランチに行くというところなんですが、その訳ということでですね、90キロ離れていても行きたいお店、ね、文福飯店ということになってます。なんでわざわざ90キロも離れたところにランチしに行くのかと、皆さんお思いですよね。まあ、一つはですね、まず実家が近くにあるっていうことね。で、まあ、土地勘っていうか地理勘っていうかね、そういった面でも、行き慣れているっていうところがまず一点ですね。で、二点目は、まあ、ご飯が美味しい。お湯と1kg、他のね、YouTuber さんも言ってるんですけれど、確かにご飯は美味しい、ね、3つ目はね、おかずね、いろんなおかずがあるんですけれど、レパートリーが多いで、いろんなアレンジがしてあって面白いね。料理のネーミングなんかも面白いですよね、すごくね。まあ量、少しね、量は多く食べたいというところですね。まあ、もう皆さん分かってると思うんですけれど、まあ量的には半端ない量が出てくるお店というところでも、デカ盛りの聖地ということでね、知られてますよね。なぜ行くかの理由、オーナーさんが面白い、これにつきます。オーナーさん面白い、としちゃん面白すぎです、ノリがいい、切符がいい、楽しいですよね。で、としちゃんを支え、オーナーとしちゃんを支える幸子さん、またすごくいい方です。で、やはりそこのオーナーのとしちゃんと幸子さんに会いに行く。で、お二人の美味しい料理を、愛情たっぷりの料理を食べに行くというところですね。到着しました。9時30分です。早すぎた。
おはようございます。おはようございます。トシ、おはようございます。おはようございます。すごい、ありがとうございます。ただいま。分かっちゃった。はい、また来ちゃったね。やるように。あっというね。はい。じゃあ、あの、処理なのね。処理なのね。はい。木野さん、エッチ2をね。はい、ありがとうございます。ちょっと早速ね。今日で、直美ちゃん。大根おろしの和風とデミグラスソース。はい。両方かけちゃう直美。かけちゃう直美ちゃん。はい。で、ご飯普通で。え？ご飯普通で。あんぱりと忘れちゃった。普通でね。お願いします。じゃあお姉さん待っててね。はい、はい、来た来た。直美ちゃんね。ありがとう。ほんと普通盛りのご飯頼んだんですけどね。ラムちゃん美味しい。ありがとう。やっこいでしょ。うん、やっこい。クシャのお腹見たけね。うん、やっこい、おいしい。トシちゃん、はい、テイクでエビチリとダルビッシュ。お皿ごと持ってっちゃって。またあの出前先してくれるか。ちょっと待ってね。はい。はい。
けどね。